どうも、ヤルマサトです。今日はインターンシップ生のササ君が持ってきてくれた、企画をやりたいと思います。今日の企画は何ですか？今日はストロークの基本をなんだという、まあ、みんながやってる練習を使って説明していきたいと思います。3つあります。1つ目はボールがワンバウンドするときに足が止まっていること。次に、体重移動をして打つこと。そして3つ目はボールをよく見ることです。これがストロークの基本です。レッツゴー。今日紹介したランダのポイントを意識してこれからの練習に生かしてみてください。僕も、動画を出してるのでもしよかったら見てください。サザ君の動画は概要欄に貼っておきます。じゃあ今日もありがとうございました。バイバーイ。